西武六百一系電車、西武六百一系電車、西武六百一系電車は、西武鉄道が九百六十二年より製造した通勤系電車である、同社初のカルダン駆動方式採用車であった。それ以前の西武鉄道は、日本国有鉄道、国鉄中古部品搭載の低性能な電車を量産する、質より量の車両製作をとっていたが、この系列をきとして、 ようやく電車の性能向上に取り組み始めた。西武鉄道の車両市場画期的なグループといえる。しかしながら装備の一部に引き続き中古部品を使い、低コストを施行して簡素なメカニズムに徹するなど、同時期の多し鉄に比して見劣りする車両であることは否めなかった。過渡期の存在であり、1963年までの短期間に4両編成7本28両が、 製造されたのみである。後継の701系電車等にごして、1960年代から1980年代まで、西部新宿線他の通勤輸送に用いられたが、この間、1970年代中期以降は601系としての編成蘇生を解かれ、独立した系列としての実態を創出した。電動車は701系に編入され、701系ともに、 ブレーキ装置の改良や、冷房装置の搭載などを施されて、走行性能や旅客サービスを改善した。一方、制御者については、台車交換などの近代化措置を受けたものの、機器類に互換性のある、旧型車両のグループに、実質編入され、末期はもっぱら視線運用に充てられた。西部鉄道在籍車、地方私鉄上都車ともすでに廃車され、現存しない。 西武鉄道は太平洋戦争後の1946年以降輸送力増強策として国鉄から大正時代製造の老朽木造電車や焼夷弾を用いた空襲による火災で廃車になった電車、いわゆる焼け、電を大量購入した。これをもとに台車、電装部品、交代、台枠、メインフレーム等を流用し、 自社西部所沢車両工場で叩き直しによる復旧や交代化改造を行い、車両の標準化を一気に進めたのである。このため、西部の電車は一時、国鉄型の使用機器を標準装備とするようになった。資本系列の関係もあり、特定の車両メーカーとの結びつきが深いことが、一般的な大手施設の中でも非常に得意な例である。 1954年には完全オリジナル設計の車体を持つ初代501系、後411系から351系と、改場が所沢車両工場で製造されたが、これも走行機器は国鉄タイプの中古品ばかりで、一部は書類上も国鉄払いそげ車等の改造車扱いであった。さらに、西武鉄道で、 初めて全車20メートル級車体を標準化した二代目501系電車1957年の登場時には初代501系に装備されていた出力の大きな手電動機と昭和初期設計の台車を転用初代は411系と解消してより低スペックな手電動機と大正時代に設計された旧式台車を 装着するという、涙ぐましいまでのやりくりを行っていた。西部以外の大手私鉄各社は1954年以降、また国鉄でさえ1957年以降、通勤輸送対策として、斬新な高性能電車を多数開発、投入した。低振動で高回転、高速運転が可能な、カルダン駆動モーター、滑らかな高加速を得られる、多段制御機、 反応が早く作動確実、かつ強力な電空併用式電磁直通ブレーキ、乗り心地が良く、高速安定性に優れた軽量台車、全金属製の軽量車体などがその構成要素である。これらの新技術によって加減速能力の高い高性能電車を実現させ、ラッシュ時の過密ダイヤを迅速に捌こうとする考え方であった。だがこのうち、 1950年代の西武が導入したのは軽量車体だけであった。従来より大型で収容力の大きな車体を心皿荷重上限の低い手持ちの中古台車と組み合わせる狙いがあった。西武鉄道では第二次世界大戦後 TR11TR14 といった同型の釣り合い両式台車を備える旧式国鉄車両を払い下げで大量取得し、 急増する通勤輸送に役立てていた。だが、これらの台車は搭載可能な車体の重さを示す。心皿荷重上限が低く、車体の更新や新臓にあたっても戦前以来の在来設計を用いる限り、17メートル級以上の大型車体を搭載するのが困難であった。そうした中、20メートル級でも17メートル級並みか、それ以下の車体重量を実現する。 軽量車体の採用は輸送力強化の障害となっていた。この問題の解決に大きく貢献し、西武鉄道で TR-11 がその後も第一線で長く運用される一員となった。西武鉄道では2代目501系で軽量車体を採用した後、1959年には霧妻式の両開き三ドア20メートル級車体を持つ451系。 1961年には451系の前頭形状を2枚窓としてアルミ派にカムドアを与えた551系開発しているがどちらもスマートな軽量車体の通勤車でありながら旧式でバネした重量が大きくしかも低回転な吊り掛け駆動方式の MT15 モーター制御段数が少なく直並列切り替えの渡り動作時に出力が半減するなど 作動の荒い CS5 電空化無軸制御機、乗り心地の悪いイコライザー式の TR11、TR14 台車、長大編成時に、機器が遅くて、操作に熟練を要するエド差弁による、A 自動空気ブレーキを装備していた。いずれも、廃車になった、戦前の国鉄電車からの流用部品であり、走行性能は、他社の高性能車から30年程度遅れた。 昭和初期そのままの水準だった。唯一の進歩は、前車の台車軸受けを、プレーンメタルから、ローラーベアリングに改造したことだけであった。多種鉄であれば、車体更新車と呼ばれるような、外見だけの新車を製造する一方で、国鉄からの廃車払い下げはこの前も続いていた。また保有していた在来車のうち、西武鉄道の前身である旧、武蔵野鉄道と、旧、 西武鉄道が昭和初期から戦時中にかけて製造した16メートルから18メートル級の電車は多形式少量数で数が揃わず使いにくい。国鉄型と規格が揃わないため、その多くが1965年までに所沢車両工場で改造の上、地方の中小施設に売却されてしまった。当時の西武電車はこのような行き過ぎと言えるほどの標準化で、 制御系統やブレーキ装置が徹底して統一されていたため、ほとんどの形式は相手を問わず、相互に連結できた。17メートル級車と20メートル級車、半構成車と全金属車大車など、バラバラな形態での新旧車両混成は、日常茶飯時であった。限られた予算の中で、質よりもまず、量を揃えることで輸送力を確保しようとたのが、1950年代の、 西部の実態だったのである。当時の西部鉄道は路線自体の輸送キャパシティが旅客需要増大に比して極端に貧弱であった。特に池袋線は前身の旧武蔵野鉄道が経営不振体質であったため、終戦直後の時点での伏線区間は池袋方夜間だけという状態で急激な需要の伸びに対応しきれず、 車両増備と並行して伏線化事業を推進せねばならなかった池袋所沢間伏線化が完成したのは960年である。ここに他の大手施設に比べて大きなマイナスポイントがあるゆえ車両増備に際しても高価な高性能車には手を染めず国電の中古車、中古部品で対応せざるを得なかった。二代目501系はその大出力 西部の基準ではゆえに、1962年から1968年の間、電動車2両と付随車4両を組み合わせた超、経済編成を組んでいた。これは、電動車の性能に比して大幅な過負荷で、発進・加速が一応はできるというレベルの編成である。この編成は、ラッシュアワーにも容赦なく運行され、当時の運転士は列車をダイヤに乗せるため非常に苦労。 したという。その間にも日本国内ではカルダン駆動方式の普及が進み、1961年の時点で西武鉄道を除く大手市鉄前社が何らかの形でカルダン駆動方式を導入していた。それどころか当時重大手の相模鉄道や山陽電気鉄道、さらには地方中小市鉄である富山地方鉄道や長野電鉄等でも採用された。 1950年代後半の申請者に、吊り掛け駆動車を多数含んだ例に、南海電気鉄道、1521系、2051系と東武鉄道、7800系があるが、いずれも吊り掛け、式電車としては強力かつ軽量な主電動機や、電動無軸制御機など上質な機器を搭載しており、また、車体内外の作りもよく、西部よりは一等上であった。 昭和30年代中期までカルダン駆動と無縁に、なお戦前並みの低性能電車ばかりを増備し続けた大手私鉄は西部だけである。車両数を揃えることのみに徹してきた西部の輸送力対策も東京近郊におけるスプロール現象の激化の前に1960年代に入ると限界が見えつつあった。どれだけ保有車両数を増やしたところで、 列車の編成延長は、プラットフォーム有効長の制約から限界があり、一列車あたりの輸送力は頭打ちになる。また都心へ向かう通勤路線は、ラッシュアワーには限界いっぱいの中密ダイヤを組んでおり、そのままでは列車増発は困難である。ここから、さらに輸送力を増強する策は、唯一、電車の加減速能力、高速運転性能を従来より高めて、 各列車の運転所要時間を短縮し、ダイヤの余裕を捻出して、列車増発を図る以外にない。この場合、もはや旧式設計の低性能電車では対応しきれない。国鉄では再混雑線区に重点的に新型電車を投入し、大手施設の多くは加減速条件がシュビアな各駅停車に、新型車を加減速の条件が緩い急行に、 旧型車を当てるなどの使い分けで、それぞれ限られた数の新型電車を最大限に活用して輸送需要に対応していた。このような他車の状況を考えれば、1960年頃の西武鉄道はラッシュ対策として新たな手法を検討すべき時期に来ていたと言える。こうして、ようやく1961年頃から在来車よりも、 性能を向上したカルダン駆動通勤電車の開発が具体化してきた。もっともその開発過程ではコストダウン最重視の西武鉄道らしい手法が多用され。大手私鉄では新車開発の際、車両メーカーや充電メーカーに依頼してカルダン駆動モーターや軽量台車を自車線の条件に合わせた特注のスペックで製造させる例が多い。自社の事情に 最適化した機器類が望ましいのは当然であるが、その分だけコストは高くなる。そこで西部では、国鉄型の既存の機器類を同一スペックで新規に製造する手法を取ることにした。開発コストは抑えられる上、製造ロットの膨大な国鉄型部品は、量産効果で製造コストも安くなるという当時の西部らしい発想ではある。この際、西部は、 国鉄の設計を流用する代償として国鉄側に ST 式小締め装置を無償使用させる旨申し出た。これは西武所沢車両工場 ST の由来が1960年に開発した自動ドア機構の一種だが2枚1セットの両開き扉をベルトと連動させてドアエンジン1個で駆動できるという合理的な機構で すでに西部451系電車に用いられていた。両開き扉車のドアエンジン個数を片開き扉車並みに節約する手法はそれ以前にもリンク駆動による方式があったが、西部のベルトドライブ方式は構造が簡単でドア数の多い通勤系電車を量産する際にはコストダウン効果が大きく画期的なものだった。通勤系電車を中心に両開き扉が採用され、 これに伴うドアエンジン数の増加による製造、星コストの増大に頭を悩ませていた国鉄もこの申し出を受け入れ、西部は国鉄型の台車、主電動機を自社の取引先メーカーで新規製造をして使用できることになった。ST 式小締め装置は国鉄では1963年の103系、電車以降広く使用されている。電車、電気機関車の 発電ブレーキは、モーターを発電機として作動させることで走行エネルギーを吸収し、抵抗器で熱に変換して発散するものである。急勾配路線の後半用としては日本でも古くから存在したが、車輪にブレーキ周を押し付ける空気ブレーキとは制御系統が分けられており、コントロールには熟練を要した。また、停車時に常用する類のものではなかった。 その後、アメリカで開発された、電空併用式電磁直通ブレーキ、隅及び改良型の HSCD が1953年に、日本に導入されると、平坦路線でも高速域から、強力なブレーキ力を得られること、また空気ブレーキと自動的に連携、強調して作動し、操作も回転角に比例して、ブレーキ力が増大する、セルフラップ弁となったため、 常用ブレーキとしての取り扱いが容易となったことから、通勤用電車への発電ブレーキ装備が一気に普及した。発電ブレーキ併用の HSC、D 電磁直通ブレーキは、1950年代後半以降、1980年代まで大手私鉄の高性能通勤電車における一つのスタンダード装備品にさえなった。しかし、 西武鉄道は1962年の時点で HSCD ブレーキどころかその発電ブレーキ省略系である HSC ブレーキすら採用しなかった。カルダン車についてもさすがに長大編成化対応として応答性を向上させる電磁球排便は付加したものの従来からの自動空気ブレーキ AE 電磁自動空気ブレーキを引き続き使用したのである。自動空気ブレーキとすれば 在来車との機器融通も利き、また制御機についても在来車と同調可能とすることで、相互に連結できるようになる。もっとも、自動空気ブレーキは、電磁直通ブレーキに比し、レスポンスの悪さや取り扱いの手間を伴った。制動能力はおのずから制約を受け、カルダン車でありながら、ダイヤ編成上の減速性能は、旧型車同様に扱わざるを得なくなった。 ともあれ西武鉄道は、1963年11月から、池袋線、池袋所沢間で、ラッシュ時に、私鉄初の重量編成運転を開始しているが、この長大編成蘇生においては、ブレーキ仕様の徹底統一が著しく寄与していた。区派1601系、制御付随車からも派601系、電動車からも派601系、 電動車カラクハ1601系、制御付随車の4両編成で、1962年末から1963年までに4両、編成7本28両が製造された。西部所沢車両工場で内製した20メートル級の3度分け両車体、全金属製である。外観は前年の1961年に製造された。 吊り掛け式の551系とほぼ同系である。正面は細いピラーを中央に通した湘南型2枚窓、だが扉は後半プレスドアに戻っている。当初の塗装は俗に赤電と呼ばれるローズピンクとベージュのツートーンで、この点も在来車と変わらなかった。異なるのは五十一系が戦闘車を制御、電動車としたため、両端戦闘車に パンタグラフがあるのに対し、本系列は中間電動車方式を採用し、中間車に両中一両のみにパンタグラフがある点である。また、台車の関係からか551系と比べて床面高さが高くなったことから、連結器を避けるための書き取りが小さくなっている。また、正面ワイパー位置が551系の窓上装備に対して本系列では、 そうか備えとされている。これにより、全面の表情がわずかに異なっている。車内は、ロングシートのみの簡素な作りで、蛍光灯照明にアルミデコライた内装など、当時の一般的水準の極めて平凡な通勤使用者であり、突起すべき点は全くない。中空軸平行、カルダン駆動方式の日立 HS-836 回 RB で、 国鉄が開発したばかりの最新型である MT54 とほとんど同一の設定である。ただし冷却ファン構造の際のせいか、発生する駆動音は同じ国鉄正式でもやや旧式な MT46 系に似ていた。日立製作所は国鉄から指定を受け、完全自社設計の電装部品とは別に他の主要な充電メーカーと統一した仕様で、 国鉄正式設計の電装部品を製造し、国鉄に納入していたのである。MT54 を搭載した国鉄初の車両である165軽電車の収益は1963年1月であり、西部は最新型の主電動機を本家国鉄に先駆けて使用開始したことになる。もっとも西部では、 メーカーでの国鉄向け量産が本格化した後の1970年代まで7 0 1系、8 0 1系、4 0 1系、2台、電装品交換に伴う搭載用としてこの系列のモーターを新生投入し続けており、導入前期間を通してみれば、コストダウンの意図は十分に達成されたと考えられている。ギア比は MT46 搭載車だった。 国鉄101系電車と同一の84、15で MT54 搭載の国鉄均衡系、ギア比4.82よりもさらに加速力、牽引力重視の設定である。国鉄では電力消費量の問題などを背景に、このギア比を取った MT54 搭載の通勤系電車は全く新造されず、約20年後に、 MT54 を搭載する581.583系の均衡経過改造時に101系の駆動装置を転し、ギア比を5.60とした例が生じたにとどまっている。主制御機は、日立 MMCHT-20A、弱め会時軌道1段、直列10段、並列7段、弱め会、自5段電動化無軸式 1C8M 制御の、 多段制御機で2両分8個のモーターを制御する。4両編成で制御機1機、パンタグラフも1機で済まされており、コストを抑制している。制御段数は発電制度がないため、立行、加速モードのみの23段である。当時はもっと制御段数の多い超多段制御機も多く出現していたが、イニシャルコスト、メンテナンスコストとも、 高くつくめ、在来車との並結も考慮して比較的簡素なこのタイプを選択したものとみられる。これでも、制御段数が10段足らずの在来型の CS5 よりは上等であった。ただし運転台のマスコンはサンノの地仕様の旧式な国鉄 MC1 のままで、在来車と操作性を合わせている。電動発電機や空気圧縮機は旧型国電用の部品を充当している。 空気圧縮機 AK-3 型は、旧型国電からの中古品だけでなく申請したものも、存在し、5000系レッドアローや2000系に両編成車に、至るまで、西部標準型として広く採用された。電動車の台車は、住友金属工業製、FS342 で、実質的に、国鉄の通勤電車、普通電車用標準台車である DT21。 そのものである。住友は、以前から国鉄向けに DT-21 を生産していた。後半をプレスした部材を溶接で組み立てる、ボルスター付けの金属バネ台車でボル、スカーアンカーは装着せず、ペデスタル指示のウィングバネによる軸箱指示機構など、当時としてもごく平凡無難な構造である。1957年に開発された国鉄101系に採用されて以来、 この系列の台車は国鉄向けには1980年代中期まで生産が続いた。付随車の台車は、またしても、中古の流用品の TR11 が用いられた。本来、大正時代に国鉄、鉄道省が客車用に設計し大量に製造され、電車の付随車用としても使われた台車である。弓が太鼓ライザー式の古典台車で、 製造後最低でも30人以上を経過しており、20メートル級の大型客車、電車にはあまり適さず高速域では、ピッチングのひどい代物であった。ブレーキは前日の通り電磁球排便付けの AE、電磁自動空気ブレーキで、電磁球排便の負荷で特に長大編成時の応答速度は向上しているが、発電ブレーキがないこともあって、制動能力そのものは、旧型車みである。 電動車のブレーキシリンダーは中継弁を介した台車シリンダー方式としたが、制御車は台車側のブレーキワークの関係もあって、車体操作であった。1970年代まで主に新宿線系統で後続形式の701系統と共に運用されていたが、新宿線系統の701系基本編成が4両から6両に変更されるのに伴い、 1975年以降、少数派の本系列は順次この編成組み替えに、種ネを供出するため編成を解かれることになった。中間電動車も、派601型は既存の701系4両編成に組み込まれることになり、ブレーキを HSC 電磁直通ブレーキとし、冷房化改造も施され、形式を701系中間車の枝番扱いとする、形、 モハ701から1から14で同型に変入された。また、客用扉を101系で採用されたものと同じ、ステンレス製無塗装扉に交換している。初期に改造された、モハ701から1.25.6ワーカーデンの、まま、それ以外は、黄色一式で落成したが、後に、全車黄色一式となり完全に面目を一新した。しかし、窓形状が、 本来の701系の独立窓ではなく、551系などと同様に2組1セットの2連窓である、ことから容易に別がつく。車内の設備は、初期の6両は冷房以外ほぼ製造時のオリジナルだったが、モハ701から7以降は、新101系と同様の手すり、網棚に交換され、モハ701から9からはさらに、 ドアエンジンが STK-4D 型に付加された。701K6 両編成の廃車進行に伴い、1992年までに全車廃車された。初期に編成を解かれた区波1601から1606は、老朽化した区波1411型を置き換えるため、塗色、台車、ブレーキ等は、従来のまま、吊りかけ駆動の旧型車グループに編入された。 1983年11月までに新形式の新101系、301系や3000系に本線運用を置き換えられ離脱した。この6両は純肉派1651系、1657から1662と解消し、貫通路を強幅化の上451系と編成を組んで、国分寺線や玉川線等の支線を中心に運用された。 後1984年には、蘇生相手である451系の廃車進捗に伴い3両が廃車となったが、残る3両は貫通路を再度広幅化し、551系雲モ556から558に連結相手を変え、この際代車は空気バネ代車の FS40 となった。西武鉄道では1988年までに廃車されたが、 1984年に区波1658を、1988年には区波1659を、総部流山電鉄、現、流鉄二条と、区波81区波71、2001年までに、廃車、また1985年には区波1661を、市畑電気鉄道、鉄道事業は、現、市畑電車に、区波191、 1998年廃車に、区派1662を上新電鉄に、区派105、1996年廃車にそれぞれ譲渡、している。区派1662を除いていずれも551、系統2両編成を組んで譲渡されたものである。その後編成を解かれた、区派1607から1614は、当時旧型車のトータが進行していたため、 転用されることなく1981年5月に廃車解体となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。